元気でチャージと、握手してください。はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。投票目前となった衆議院総選挙、今回はですね、東京15区の須藤元気さんを紹介したいと思います。なんといっても須藤さんは愛されキャラなんですね。今日紹介するのは10月20日木場公園の入り口付近で行われた須藤さんの選挙活動の模様です。この日はですね、6時間耐久、元気チャージと題してですね、文字通り6時間以上にわたって有権者と握手を交わすといった非常にこう体力勝負的なですね、選挙活動を展開していたわけです。実際に映像を見てもらえばわかるんですけども、須藤さんと握手を交わす有権者の方々の多くがですね、大変こう喜んで須藤さんと握手をしているんですね。そこにはですね、須藤さんとですね、地元の人々のあうんの呼吸すら感じる瞬間があってですね、僕はですね、こういった地元に愛されている候補者を他に見たことがありません。須藤さんがやっているのは、いわゆる古典的なドブ板選挙なんですけども、こういうですね、ドブ板選挙を実直に断続的に継続的に行っている須藤元気さん。はっきり言って、これは非常に有効な選挙活動だと思います。前回の東京15区衆院補選では、須藤さんは周りをあっと驚かせるような2位に躍進しています。それ以来須藤さんは継続的に東京15区江東区の生まれ育った町でずっと活動を展開してきているんです。はっきり申し上げると、これは非常に有効な方法だと言えます。結論を申し上げると、須藤元気さんは今回の総選挙、当選すると思います。それでは、須藤元気さんの選挙活動の模様をご覧ください。東京区の芝公園交差点を付近を中心としまして、元気と握手で元気チャージを行っております。皆様との握手で須藤元気、さらに元気が湧いてきます。江東区生まれ江東区育ちの須藤元気をぜひ拍手をと押し上げてください。皆様の力でぜひよろしくお願いいたします。一住まい投票始まっております。一枚目の投票用紙には須藤元気、須藤元気とお書きくださいませ。須藤元気、ただいま芝公園交差点、芝公園前の交差点付近で、元気チャージということで、元気と握手で元気チャージということで、芝公園交差点前に体力に物を言わせた選挙活動を行います。松藤元気さんならではですね、の握手で今日はもう1000人以上と握手をかけています。今日ちょうどですね、木場公園ではうなぎ祭りが行われていて、もうかなりの人が出ているんですね。もうたくさんのお店やテントもですね、出ておりまして、とても多くの人がやってきております。なので、こういったチャンスをですね、見事捉えてですね、6時間に及ぶですね、耐久握手、エネルギーチャージと、題してですね、有権者の方々と、握手をしていると、すごい試みといえばすごい試みなんですけども、まさに元気でないとできない選挙活動ですね。見てる通りですね、皆さんもね、須藤さんと握手していくんですね。握手したがる人がたくさん多いですね、もうみんな喜んで握手して、須藤さんのこのある意味ですね、新手のドブ板選挙のような、ドブ板選挙ともいえるこの手法ですね、実は非常に有効ではないかと思っております。
で東京住国あの江東区のですね、あの江東区生まれで江東区で育った須藤さん、こういったですね、あの地道でかつ面白い選挙活動ですね。で都内のですね、有権者の数多くの有権者にもですね、あの訴求してるんじゃないでしょうかね。あ、結構若い人たちもね、こうやって握手してきますからね。すごい人気ですよね、須藤さんね、大人気ですね。こう交差点からですね、こう人がどーっと来るたびにですね、まあ、握手してくるんですけど、皆さんすごい喜んで握手してきますよね。こういった候補者なかなかいなくてですね、僕もあの実際あの選挙活動でビラ配りなどしたことがあるんですけど、あのなかなかビラなんかもね受け取ってもらうの大変なんですよね。こういった握手するのでもあのハードルが下がるんじゃないかなという気がします。これは非常に有効なですね、選挙活動で。やっぱり本人のねキャラクターがとてもこう明るくてこう感じが良くてですね、こういかにもスポーツなんですけど、格闘家というかですね、まあ、そういった本人のキャラもですね、非常にこうプラスになってるんじゃないかなと思います。から元気にしたい須藤元気。ご覧の仲間と共に、お金のかからない人に。
須藤さん、はい、こんなに江東区の人々からですね、はい、愛されているとは思いませんでした。あ、ですか。ありがたいです。すごいですね、皆さん、はい、大好きみたいですね、須藤さんのこと、須藤さんのこと、ありがとうございます。そういった心掛けを持って、9つの日常をおかげ、ぜひ、お願いします。選挙に立候補いたしました。元気チャージ。ただいまこちら、小田公園の、来ました。ありがとうございます。